クラクラフューチャージョブ、はい、ジェットシンでございます。柳でございます。山田でございます。うん、まあ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 いろいろありますが、まあまあありますあります。今日は今日はなんと31日、ハロウィン、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィンですよ。いやもうほんとね、まあまあ今年はこのご時世的にもちょっと落ち着いてるかなと思いきや、やっぱりハロウィンが盛り上がってて、うん、見ますからね。すごかったね。いやすごかった、もうえげつなかった、いろんな人がやばいな、あのもう見たあれ。いや見ましたよ。ハロウィンって俺、うん、あそういう価値観もあんねやとか思った。あそうね、うん、なんか覆された、覆された。あほんまで仮装する人がハロウィンやと思ってた、楽しんでると思ってた、うん、そうじゃないの、あしないのがハロウィンなんかっていうのも思ったね。なるほどなるほど。だからハロウィンのみんなが群れてるところに、うん、もう何も仮装してないプレーンな人間が行くと、これは一番目立つわけですよ。ああまあ確かにね。じゃあほらあれふと思ったよ、目立ちたいからやってるのに、うん、プレーンのやつが一番目立つと、こいつが一番ハロウィンじゃないか。あ逆にパターンね。そう、 そう、それがすごかったな。逆転の発想疲れた、うん、まあ、それで言うやったらやっぱほんまに突っ裸でやっぱ人類のコスプレってしてるやつが一番いましたよ。突っ裸いました、いました、うん、すごい高速で走ってたけどね。だからまあバレてはないけど、人類のコスプレって言いながら、なるほどなるほど、走ってる人はいましたね。あそれやったら僕あの万博の太陽の塔ってあるんですか、あのコスプレで車の屋根ぶち抜いて、うん、顔面だけブワーッと出して走ると思って、あので後ろが過去の顔っつってこうやって昔の写真貼ってねこうやってました。ほんまに自分の過去の顔入る、大人の子がね前向いたらめっちゃカラコン入れてさ、すごかったよ、太陽の塔っつって。あ、そうだな、ぶち抜いてあったのね。すごいね。見たんすよ、ほんまに。見た見た見た、あ、ほんま。俺は過去の顔しか見れんかったよ。へぇ、こう、ちらっと後ろやからね、信号後ろやから。あー、なるほどね。もう目に見えるコスプレっていうのもね、ありますよね。僕、逆にその目に見えないコスプレをしてる人もいましたね。目に見え、自分の溝内をひたすら殴りながら葛藤のコスプレって言ってました。一個の作品そうか、ね、葛藤のコスプレって言ってしまいましたよ。いや、これが一番ハロウィンなのかもしれないですけど、仮装や、仮装やからね。そうそう、普段できへんので。あったあった、いましたいました、一見何もしてない風に見えていましたね。そうだな、奥深いなと思いましたよ。もうだから囚われたらあかんな思ったな、うん、そうね。だからあの要スパイダーマンのさ格好してるとかおってあるんだよ、いるいる、タイツみたいに着てねみたいな、ね、そうそう、もうあの手だけ、手だけもう雲にしてた人だな。どういうこと、手だけ雲にしてた。もうだからそのもの、うん、もうそのもの、手だけ雲やん。よく見たら他の手のひらって雲に見えるんやなって思って、新しい発見があったし、あ手だけ雲にしてこれがスパイダーマンだって言ってた。そうそうそう、もちろん芸術点が低いよなそいつ、うん、あとねおっさんやのにね、うん、150キロなんてやつだった。どういうこと、早くね。だからパソコンじゃなくね、ただ身体能力おじさんじゃない、そうそうそう、見た目そんなん全然、おっさんなのに150キロ投げる、150キロ投げとった、これ仮装やなと思った。普段やってないもんこんなん。プロ野球選手がもしかしたらおっさんの仮装してる可能性もじゃあ、なるほどな、あるかもしれない。食べ物もな、やっぱりハロウィンのあるやん。そうですね、ありますね、いっぱいね。何分喋ってんの今、3分半ですね。もっと喋ったもっと喋ったような気ますけどね。もう今日は31日ですからね。顎痒くなってきましょう。変な自慢しですよね。我々が仮装ですからね。ちなみになんか今年仮装しました、メンバーも含めて。仮装しました、どれが仮装か分かんない。あれ無意識のうちに、うん、週に1回ぐらいするもんな、やってる。あまあね、大体忍んでるからね。ようやるとしたらやっぱり歴史、歴史の相撲取りのコスプレが多いな。ほんまに逃げちゃうって感じで、どうしてもあれに何かあったら歴史に定番のみたいな。よくないよ、よくないと思うけど、やっぱ何かあったらもう力士ええやってなりがち。あ、ほんまに。山崎さんはどんな感じ。もう体中にシャンプーつけてマックフローリーをしてましたね。シェイクの時もあるけどね。そうやな。泡ぶわー泡立ててね、あの毛という毛で泡立てて、ぶわーって泡立ててマックシェイクって言ってる時ありますけど、これうん、フルリレローって言ってましたもんね、自分。まあでもコスプレやからな。コスプレコスプレコスプレ、ほんまやな。見せにくいってのがありますけどね、誰にも。まあそうやな、このまま出れないっていうのが一番の問題がやっぱありますけど、売り出せない。確かに特定、あの確定するからね、やれるからね。そうですね、やったかな。あと来年なんかやろうかな思ってたやつ、来年、うん、来年2021年でしょ。そうそうそう、
オリンピックでしょ。やっぱオリンピックもしね、もし来年ちょっと延期になりましたから、ね、確かに。あのやっぱクランクの4人で、うん、あの五輪のモノマネアカコスプレをしたよね。やりたいな、うん、やっぱ一輪足りないじゃないですか。そうやね、若足りないんで、うん、あのそうですね、誰かのへその音。そうな、そうなるわな。そうなってる。そうなるよ。そんなおかしなこと言ってないよ、ヤンさん。へその緒とか、まあ、そうなんで、へその緒がない可能性。ない可能性あるからね。あるけどな、見たことある？へその緒。へその緒、うん、まあまあまあ、去年一昨年ぐらいはよう見てたけど、最近はあんまり流通してない。そうやな、うん、もう一軒見なくなった。見なくなったね。だいぶ。お前オーストラリアさんが入ってきてから、そうやな、流通が全部止まってよ。コンビニでさ、一時期並んだけど、そのアダルトコーナーがちょっとダメになったよ。ダメだ、ダメだ。あれと一緒、そのタイミングで規制入って、あれから見なくなった。そうやな。夜中とか行ってサウナ持ったけどな。買いもせんのにな。鶴橋のあたりとかね、まあ、ねあった。闇へその、うちへその出してますよ、みたいな、ね。やってたし。生ユッケと一緒に。あれ、そうやそう。で、東京でもさ、あえてそれをもう堂々とやってるとこ、ヒルナンデスの試合行っとったな。あー、いてるいてるいてる。なフリーヘソなんです。やってたなぁ。やってた。変わるで。で、今は今は今ちなみに。何分くらいか。何分くらいかな。いや、6分。お、6分 ?6 分ですか。7分半まで頑張ります。まあでもね、やっぱりね。言うてかってね。ハロウィン言うてかって。やっぱり、あの、お化けですよ。あ、お化けね。お化け苦手なんよ、俺。怖いよ、怖い怖い怖い。だって目に見えないものが見える時と見えない時あるもん。そうよ、みんなバンポポチキンみたいなこと言うねん。見えないものを言うてるの。ほんまやで、あんなあかんよ。なん、お化け見たことあります？ない、ない。でもあれはお化けなんだろうかっていうのあるよな、そら。あ、疑いみたいな。難しいよ、だってさ、見えてるってことはお化けじゃないかもしれない。そうね、そうなんよ。確かに確かに、分からへんもんね、自分だけが見えてるみたいな。そう、見えた時点でお化けじゃなくなっちゃうって、この皮肉なもんですね。なるほどなるほど、これは確かに確かに、まあ、見えるはずやのに見えないってこともあります。そうそうそう、だからこのラジオの終わりとか、あ、はい、あ、まだいけるね。もうこれこのままじゃ戦えねこれ。またいく。いや、もうネタバレの時間にしようかなと思ったんですね。え、一回じゃあ言ってあげて、嘘エピソードを鍛える時間としてやってみたんですけど、うん、やっぱり出んな。これをだから2回2回の回数でやっていきますよ。頭おかしなんだよ、リスナー。大丈夫ですよ、まあ、それおかしくなって言うてきてください。対策考えますから。パンと出されたお題で嘘を喋りまくる、うん、やっぱあれな、あの突飛なことってむずいな。むずい。例えばさ、ここでさ、あの嘘の旅行行った時の思い出語れって言われたら、多分いくらでも出てくる、ね。あ、わかるわ。これでもやっぱコスプレとかっていうの、へそのはないわ。ないわ。へそのはないわ。ゴリもないわ。あがが。もう俺二度とも人のこと言わへん。もう。なじみがないしな。ゴリもないんか。我々そのゴリとかハロウィンに疎いから。そうな。疎い、ね。これが。なんなんでしょうな、この適当なこと言えるやつ言われへんやつの違いってなんなんやろ。やっぱり自分が、だからそれこそ旅行とか、あと、後付けなのかな。そうそう、だからなんや、自慢とかやったらいけんの絶対。ああ、確かにね。学生時代の、うん、武勇伝とか。嘘でいいんやな、それ、ね。嘘でいい。そんなの名前もいけるいける。次はだから、そうやな、じゃあ、あの、成人式とか二十歳ぐらいの時を取り上げたら、あの時の、はいはいはい、自分の武勇伝みたいな。ああ、なるほどね。そうそうそう。それで行こうか。それ行こう、次。何回かに1回これ挟んで行こう。遊ぶよ、油断してたら分かんない、出てくる。嘘エピソードでどれだけ持つか。そうそう、俺今声出てる。大丈夫、聞こえてないじゃん。お化け、俺自分の声が全然聞こえてなかった。喋ってる気せん、口だけ動いてたから。ボロボロですから、ごめんな。ほんまに今日バタバタでしたんで。そうそう、ハロウィンっぽいから。 あと最後に、何ですか、ダイエットやってます？え、やってますよ。何を？前回のあれからあれでしょ？らしき。やってます。ネットで調べましたもん。その僕、その続かないですから、基本的に。なるほど、なるほど。続く運動何かなって考えて、うん、お腹へこましダイエット。やっぱ言ってることもうみんながやることよ。お腹へこましダイエットとか知らんやろ。いや、それをやるために。食事制限いらんねんで。わかるよ。でもそのために何をするかってことよ。違う違う違う。
2分に1回お腹をへこませるんで自分で。結局腹筋を使えばいいわけやから、はいはいはい、腹筋を使えばお腹にギュッと力を入れて、うん、とにかくお腹をこうやってグッとへこませるんですよ、はい、常に腹筋を使う。あ、なるほど。気づいた時にずっとやる。それでこの動きをすることによって背筋も良くなるんで腰痛も改善される。意識的になると。そうで、これ何がいいかというと、これね、1回の効果ってね限りなくないんですよ、うん、ただ続けやすい。あ、なるほどね。だからそのなんか例えば1週間とか5日で何キロ落とすとか、そういう急激なダイエットではなくて、なるほど、もう恒常的にどんどんこうね、もう痩せ、そういうこうなんか腹筋を使う体を作っていくみたいな。はあ、はあ、大事かも。大事。続けるのがやっぱり一番。あと水ね。そのあなたその水をいっぱい飲もう。ダイエット関係あんの？いや関係ある関係ある。それはもうひいてはもう美容ですから。これそっちでしょ。乾燥もやし。いいんですけど。でも新陳代謝よくなるからね。ちょっと分かるんですけど、前も言ったかもしれないけど、その水をその戦うのやめてもらって。1日2リットル飲まなあかんの。1日でしょ。うん、1日。1日っていうか、まあ、シンさんと会ってる時で。そうなんですよ。柳さん、その1日2リットルって持ってくるのはいいんですけど、しかも2リットルのペットボトル持ってくるんですよ。で1日やのに、帰るまでをなぜか意識するから、で2リットルのペットボトル両手で飲む。俺可愛いよ。可愛いないし、可愛いないし。2リットルやろ、いつも。なんかその喉乾かすために合図されてる感じがすごいするの。喋ったら喉って乾くからね。そういうためやから。飲まれへんからね。必死やん、帰る。駅つく寸前だって、もう、はっつって。まだいける。まあまあ、そういう感じで。結構悪かって帰るから。水と、あなたは水と。でもあなた何してるんですか。ちょっと今週はあの2日に1回腹筋だけやってます。腹筋やってたんで最近。この普通に腹筋やってます。まずは純粋な腹筋。まずやることやってから。どれくらいやるのそれ。1回に30分、30回。あ、まあまあまあね、まずはね。まずは習慣、続けることが大事。夜食べるの抑えました。もう、あ、もう完全に食事もちょっと制限して。そうそう、食事の制限ができんのだ。じゃあ、ね、行っちゃうね。行っちゃえへんやん。食べへんよ、しんさん。違う違う違う。もう、その、間食。あー。脳が病気やから、その、頭トントンでしないの。満腹、ご飯食べて、満腹の状態で食べんで、お腹減ってへんのに、甘いものを食べろ、なんや、言うて、苦しなんねん。誰が言うてんねん、怖いな。後ろの方が聞こえんねん、お化けやん、今日。お化けの話やん。じゃあ、僕絶対あんな、ね、薬、ドラッグや、なんやって、うん、あんなもんやめれるわけないと思ったもん。苦しいで、これやのに。そんな怖い例えしてる。いや、まあ、皆さん気をつけてください。やめれないですよ。タバコとかもあかんな。だから中毒性があるから。お酒とかもな、ハマったら終わりやん。終わり。うまいね。そういう商売したいね。ハマらしたいね。違う。ブラックすぎんだよ。最後だけ希望怖いねん、最後。意外でございます。ちょっとフューチャージオ最近ちょっとバタバタしすぎて、そうやね、あんま撮れてないね。ちょっとがっつりちょっと次ぐらいは。そうね。もう前段本編、講談みたいな感じで、うん、やろうか。がっつり決めて一回やりましょう。ただもう申し訳ない、年内バタバタするよ。忙しいですね。うん、だからこの2ヶ月を使って、1月から綺麗にやりましょうっていう。あ、もう諦めんの？諦めんけど、やるにしたって試行錯誤っていうのがいい。そうね、もう言うて40回ですから、もうちょっと。そう、まあやろうやろうって言っても毎回な、この企画やろうとか。そうだそうだ。たださ、まあこれはね、まあ喋ってるだけっていうのもね、はいはい、やってますけど。もう何喋ってるか分かってないじゃん、自分で今。しんどかったね、けどね。しんどかったね。楽しかったけどね。楽しかったけど。まあね、会えてなかったし、も会えたしね。あ、ほんまやわ。うん、まあまあ、まあね。結構楽しい。最近変化がね、割とあって。うん、11月ライブもいっぱい出るんで。そうね。うん。なので、よければ。そちらの方の情報なんかもね、ここで言っていければというふうに思いますので。はい。はい、よかったでございました。グチラでした。ありがとうございました。ありがとうございました。